道場の稼働率を高めて安定経営につなげたり、武術家としてのスキルの幅を広げたり、人育ての仕事で世界貢献の喜びを共有したり、急増する若者の引きこもりや介護難民の課題を解消して日本を元気にしたいとの気持ちがおありでしたら、私の話を最後までお聞きください。飛躍のターニングポイントになるかもしれません。はじめまして、総合療術協会代表池田俊之と申します。任天堂ウィー用の空手フィットネスソフトを開発したものです。運動が苦手、またシニア世代の方でも無理なく楽しく脳と体の若返り、国民の健康寿命増進をコンセプトに、美と健康サポートに特化した新しいスタイルの空手式健康法の構築制度を発足しました。それではおすすめポイントを紹介させていただきます。おすすめポイントその1、新規ユーザーの掘り越しで稼働率を。本制度の発足に向けてはシニアの方でも安全に行えるよう5年以上の歳月をかけ、転倒防止対策、血圧や心拍数抑制などの工夫を蓄積してまいりました。そのため従来対象外であったシニア世代や運動が苦手な方でも安心して行えます。これまで稼働していなかった5年中、人生の先輩方の笑顔があなたの道場に弾けるはずです。おすすめポイントその2、超お得な新資格取得コースを導入。道場主枠で取得いたしますと、新しい講師を育成する特別コースの権利をゲットすることができます。本育成コースの特徴は手軽なのに得られるメリットが極めて大きいことです。その仕組みとあなたが受ける利益を説明させていただきます。まずは特徴から。仕組みの特徴その1、道場主と協会の連携育成システム。本制度の特徴は道場主と協会共同による人材育成。道場主は得意である主に空手スキルなどの指導を担います。指導ハードルの高い健康講座などのカリキュラムは協会に委ねることができるのです。ですので資格を取得した直後から手軽に本コースを導入することが可能であります。仕組みの特徴その2、支部長エリア制。道場主のエリア内で資格を取得する者は直接協会に申し込むのではなく、支部長の直弟子にならなければなりません。そして道場主は直弟子が支払う取得費用だけでなく、月会費から継続的に換金を受ける取ることができます。つまり自分で発掘、あるいは協会から割り当てられた受講者のサポートだけで安定した収益が持続して得られるようになるのです。おすすめポイントその3、極めて高い費用対効果。通常新しいサービスを道場に導入する場合、数十万から100万円単位の初期投資が必要ですが、本特別枠では定価38万円の教材費、受講費用、企業アイテム購入費、これら3点セット全てが無料で提供されます。あなたが支払うのは毎月1万円のライセンス会費と登録費用1万8000円のみです。つまりあなたが研修を始めてから新コース導入までに必要な投資金は1万円かける研修の月数、ライセンス取得後の登録費が1万8000円、チラシ作成などの宣伝広告費が約3万円、椅子などの備品を購入する費用を含めても10万円弱です。大会はいつでも自由、違約金の発生もないのでリスクはゼロです。講師を1人育成するだけでこれらの投資金はペイできる計算です。おすすめポイントその4、スキルの幅の広げ。あなたは武道家として指導スキルの幅を広げたい、
健康のメカニズムをもっと知りたい、適切な健康アドバイス、あるいは手術スキルが欲しいと思ったことはありませんか？もし一つでも当てはまるようでしたら、それだけでも本講座を受ける価値が十分にあると思います。受講カリキュラムには運用のソフトにもなったオリジナルのアイソメトリクス空手本パートは DVD を活用して行います。アイソメトリクスと長く深い呼吸を取り入れた太極拳を進化させたようなゆっくりした動きの空手や、昨今善玉の脳内物質を分泌するなどとして健康効果が注目されている、笑いの要素も取り入れるなど古来の武術に最新の脳科学や健康理論を取り入れたメニュー構成ですので、新鮮な驚きと確かな指導のステップアップを確信いただけるはずです。また実践レクチャースキルだけでなく、最新理論に基づく様々な関心の高いテーマの健康講座開催スキル、また希望者にはびっくり腰を 80% 以上の確率で一発改善させる代表直伝の整体術を習得することもできます。いかがですか？強さだけでなく他人を幸せに導く知識と技術、ぜひ習得してください。おすすめポイントその5、手厚い企業のサポート。本制度の根幹は協会とライセンス会員の共同協力。あなたが新コースを発足した後、継続して収益が得られるように、例えばホームページ作成の支援、チラシや健康講座ひな型の提供など、万全のサポート体制で支援をいたします。おすすめポイントその6、無理のない取得カリキュラム。本ライセンスを取得するためには原則10回の研修参加が必須カリキュラムですが、遠方に在住、あるいは忙しい、研修の日時に別の予定があるなどの理由で参加が困難な方向けに通信講座コースをご用意しております。あなたは空いた時間に協会から提供されるテキストや DVD の教材などを活用して、1月から3ヶ月のレッスンを積んでから資格取得講座に臨んでください。おすすめポイントその7、社会貢献の喜びの共有。本制度の目的は日本を根本から元気にする、いわゆる社会貢献であります。具体的には国民の運動機会を増やすことで健康寿命を伸ばします。そうすることで介護を受ける人の人数が減り、自治体の福祉負担を削減します。また新たな資格者育成で良質のビジネス機会を創造、税収アップを図ることで膨らみ続ける赤字国債を削減、そしてお年寄りが安心して暮らし、若者が夢を語れる国につなげることができます。ぜひ私どもと一緒に必ず訪れる超少子高齢化に負けない真の日本復興の夢を実現させましょう。